はい、今回はですね、コラボ動画となっております。ここでブロックできるような掘り方をする。かかと側の方が深い方がいい。そうそうそう、今つま先の方に行ってどん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 回ってっちゃう癖があるんで、今押して、はい、すぐ離れちゃって、はい、押し続けてギリギリ押し続けて投げる。マジっすか。マジっすか。上野ドジャースから来ました平本です。今回はコントロールアップと球速アップを教えてもらって実践していきたいと思います。何キロぐらい投げるんですか。マックスは45なんですよ、ね。はい、お、早いっすね。ちょっとやっちゃってて最近だったことない。まあでも35は出るとは思うんです。あ、わかりました。了解します。出ればいいかなぐらいです。はい、まあ、今日は本当に怪我だけ注意して、はい、お願いします。さっきで言うとこんな感じで、でも自分でもしてるんですよ。そうですね、投球フォームでその速さってもあの作れるんですけど、はい、力は絶対作れないじゃないですか、はい、体重とかの関係なんで。フォームがもう速いので、はい、足上げてからこの移動までの速さがあるんで、だから速いじゃないですか。なるほど。これやっぱ大事になってくるバランスだと思うので、はい、ちょっと見ていきます。はい、基本的にはもう野球とか軟式が中心なんですけど、いや、公式の方が中心なんですけど。ああ、公式どこで。公式は群馬の大田暁工業っていうところなんですけど。なるほど。群馬でやったんですよ。ここが痛くなるって何か要因ってありますか。あります。この二頭筋っていうのは腕振るのに、あの極端に言うと、はい、腕があの吹っ飛んでいかないようにするためなんですよ。はい、ここ張るってあんまよろしくない。そうですよね、はい、下がってるとか、あとこうちょっと打ち出して投げてる時とかに、まあ、起きるような感じで、ここが痛くなって、そうそうそう、このままこう震えて、はい、もう握力がなくなってくるんですよ。そういうことですよね。もっとこの強化に使えたりだとか、こう、まあ、はい、こう張るような感じで投げたりすると、ここが張らなくなってくるかなって感じです、はい、で腕の振り遅くなっていっちゃうんですよ。そうです、ここ張ってくると、はい、だから絶対ほぐしといた方がいい。そうですよね、ほぐすだけで球速くなったりします。だいたい上のこのここら辺の方が、あのゴリゴリやってくなるをやった方がいい。ここもゴリ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 もほぐしてから投げたりした方がいい。軟式ボールの方が押し出すですね、はい、かからない、かからないというか、そうそうそう、潰せないっていうんですか。だから押し出そうとするんですよ。あ、そうなんですね。おそらく硬式と軟式この両方やってるってことで起きやすいのかもしれない。なるほど。おそらくですけど公式より低くなってるはずなんですよ。はい、ここですか。低くなってるはずです。あ、春っす。このプレートの踏み方っていうのは結構わざとですか。いや、開いてるっていうか開いちゃってるんですよ。あ、なるほど。なんか別に意識とかは全くしないですね。ちょっとだけ閉じた方がいい。あの、違うです。あ、いや、そこまでやっちゃうと多分詰まっちゃいないと思うんですよ。まあ、だいたい3本ぐらい入るぐらいのかな。でも2本ぐらいにしてあげたい。もうちょいだから開いちゃう。ですか。ああ、普段が、もうちょい開いてますよね。普段多分こんぐらいに投げちゃってると思う。これよりちょっとだけ閉じるぐらい。そうっす。で、この理由がやっぱ向いてる向きだと思うんですよ、はい、あそこまでさっきまで開いてたと思う。セクターじゃなくて、はい、ネクストバッターボックスというかの方に向いちゃうので、はい、そうするとこっち踏み込むときに開いていきやすくなっちゃう、はい、そこのバランス、立ちやすさ、そして開かないようにするっていうこのバランスを考えながら踏んだ方がいいかなと、はい、こっちから開く方が強くなっちゃってる感じがするんですよね、はい、なので現に踏み込んだ後に立てないです。立てないですね。こうってなりやすい。今外から外からまあ力が加わって割れちゃうんです、はい、
こういうイメージ、はい、だと思います。これを抑えるためにまっすぐ、あ、そっちの方、それぐらいの意識の方、例えば、結構止まるの難しいと思います。はい、あのこうなってる、はい、で、まあ、手段として取る、あ、なるほど、で、イメージ、ただ取るんじゃなくて、ここで、こういう、こう、わかります、はい、ここでブロックできるような掘り方をする、かかと側の方が深い方がいい、そうそう、今こう、はい、ここ、こう、つま先の方に行ってどん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 回っていっちゃう癖があるんで、はい、これを回らないようにこう傾斜があって、ここからまた逆の坂がなるような感じで掘ったりするとこれブロックかけられて、なるほど、止まれて球速くなってとか安定するんです。僕今運動部なんでなかなかできないんですけど、はい、やっぱりなんかこういうイメージ、ああ、はい、こうする、そう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 、今負けちゃうので、ギュッて負けちゃうので、はい、で逃げないように逆の坂というか、あ、危ないホルスっていうのは結構やった方がいいのかなって、はい、うん、で要はロックがかかればいいってことですか。イメージでとかかとだけ掘るような感じですね、はい、これこっち、そうそうそう、うん、おほお、今までこう右から左に向かっていって踏み込んでって、はい、抜けちゃうんですけど、まっすぐ二塁からホームに向かってまっすぐ移動が大事です。おお、いいですね、速くなってます、速くなってます、はい投げ方の特徴として体重移動してるときですね、移動してるときにこう入れることができるんですよ、はい、これってあの結構できる人できない人分かれてて、はい、できるタイプなので、はい、そこを生かしてあげるってことを考えたときにちょっと開いとくのが大事です最初のスタートこの、ここは普通ですね、はい、両目でキャッチャー見る、あ、こういうイメージ、そうそうそう、こういうで、で移動しながら入れていくぐらいの、こういう、あ、そう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 、今中に入ってる状態から投げようとして中に入っちゃってくるので、最初に開いておいて足上げて移動しながらこれをできればちょうどまっすぐな方が、両目で見てて入っていったら片目になる、あ、そう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 、左目だけみたいな、そうそうそう、最初からこう入ってる状態でこれをできるじゃないですか、はい、できる方なのでやっちゃうと、もう背中向いちゃって見えないボール、見えない、キャッチャー見えなきゃいけない開く、はい、クロスするとかで最初に見とくと入りが違う、なるほど、一番自分が今ちょっと気になってるのが、はい、こう投げるときに手がこっちに入っちゃうんですよ、はい、手首、はい、そうですね、こう入って、はい、出てこない感じに、はい、肘が下がってるんですよ、はい、これをどうにかしたいんですけど、これに関してはこれをやれるので、はい、難しいですね、そうだ、まあ、この入っちゃうのはもう仕方ないと思うんですけど、はい、手首のこれをこう上がっちゃうってことですね、立ってほしいですね、はい、ちょっとだけグローブを低くしてる、はい、この入り、ここでいいです、こんぐらいで、はい、気にすることではないんですよ、はい、なんか今あんまりその力が入らないっていうのがあるんですけど、はい、あんまりその力感なく投げれてる感じはあって、はい、でこれが結構その2、3塁とか、はい、力を入れないといけないなって感じになってくると、もうどんどん力んでグッて入っていっちゃう感じなんで、力みたくないってことですね、そうですね、結構そのスピードというよりかはそのキレとかあの体感速度の方で勝負したいなっていう感じなんです、はい、僕が力まないように投げたいなって思った時は、はい、一回グローブポーンって叩いてみる、これですか、そうです、こうちょっとだいぶあのテンポが良くなってタイミングが良くなって、そうガチ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 っていうよりは、はい、一回抜いてからいけるんでっていう手段はあります、ちょっとやってみます、はい全然
端というか、見えてる景色がちょっと今違かった感じで、はい、リズムは確かに良くなったなって。絶対テンポ良くなった。力む時ってリズムが悪いはず。ラストいきます。よいしょ。116。マジか。だから120ぐらい。そうです。119。おお。そうですね。更新いけます。更新いけますね、これ。117。今こうゆるく上げる。はい。まあ、野手っていうところで考えたと思うんですけど、右足に乗せる瞬間で一番いいと思う。足を上げたら完全に右足に体重が乗るんですけど、今2本の足で分けてやってます。1本に上げ切った時が一番乗るんで、その時に押すと強く乗ってきて、外野投げとかもそうですね。こうドーンって乗った時に投げれたらっていう。こういうことか。うん。切ってあるようなら、切ったのに。よし。おお、119。わあ。プレートを押す。今ちょっとどんな感じ？プレートあるじゃないですか。こっちに進んじゃって。こうやって。このまま進んじゃってきます。じゃなくて、これでも進めるんですよ。じゃなくて、プレートをこっちに押すんですね。こういうイメージ。ちょっと一回はめちゃくちゃ押してみますね。はい。難しそうだな。あ、126。マジっすか。26？マジっすか。30いくぞ。30？今26っす。腕で投げない。足の。ああ。で勝手に腕が速くなる。なるほど。でもまだちょっと腕投げてる感じあるわ。122。うわあ。頑張れば30ぐらいいけそうっすか、ね。マジっすか。こんなに悪い投げ方じゃない。マジマジ。変な癖もついてないから。よし。今日の壁としては蹴る。蹴る。まあ押すというか。押すと。高く上げて押す。おお、126。おお、まぐれじゃないぞ、126が。26出てます。おお、30超え。22。まだ蹴れそうな感じありますか？次は、この押してる時間なかったから。今、押して、すぐ離れちゃう。はい、押し続けて、ギリギリ押し続けて投げる。ああ、なるほどなるほど。こうでもなく、こうなんだけど、そこも長く。そして、で左足ついて一瞬で投げる。今こう、ジャーってなってきつく。ああ。ああ、24。うわあ、いいね。難しいな、これ。22。疲れてきました。26で、くっそー。足上げて、ゆっくり移動で、腰、強く押しながら早く移動する。足上げ切りました。ここから早く、そう、今強く押すっていう力があるんで、はい、意識があるんで、今ゆっくり動いてます。あ、それ強く押して早く移動。ここから早く、ちょっと一回速さ意識してますね。そうそうそう、今の感じ、今の0.26。
今のわかんない。26。ちょっと今ふくらはぎつりそうになりました。大丈夫ですか？今ので26だとしたら多分これ更新できる。ちょっと待ってください。釣りそうっすよ。ありえない。大丈夫です。投げて。あ、でもそういうことですね。そういうことなんですね。そうそうそう。早さか。あ、出ましたね、27。うわー、釣っちゃって。釣りますな。今8割ぐらい釣った。やめときます。やめときましょう。27。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。結構大幅に更新しましたね。めちゃくちゃめちゃくちゃ。いや、30生きてる早く。はい、という感じで、まあ、3名という感じですかね。はい、3名という形で2.2 ぐらい。はい、ピッチング指導させていただきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。協力いただいて感想もらっていきますか。はい、あ、じゃあ感想いただいて大丈夫ですか？簡単にいいんで。はい、課題だったコントロールはやっぱり、まあ、さっきのご指導にあった無駄な動きが多かったので、そこを修正できたのが一番でかいと思いました。ありがとうございました。はい、自分は結構フォームの指導を重点的にしていただいたんですけれども、結構その自分の中で無駄というか、あんまりうまく使えてないなっていう感じがあったんですけど、今日教えていただいてすごく効率よく前に力が出せていたかなと思うので、すごく自分の中で勉強になった一日だったなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。記録更新しました。前回が15から21いって、今日27までいったんで、かなり進歩っす。ただふくらはぎめっちゃつりそうになったんで、ベンチだけじゃなくてふくらはぎもトレーニングして130を目指します。はい、まあ、皆さんにご協力いただいて、まあ、このような、指導させていただきました。このような、まあ、レベルアップにつながる動画をですね、随時配信していきますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。僕が球速アップを求める際に一番おすすめというか意識してほしい移動の仕方がこれです。